안녕하세요모모입니다今日は江南のララ整形外科に来ました。フラクセルレーザーっていう毛穴とか皮膚の凹凸とか毛穴とかに効果があるレーザーを受けに来ます。30分ぐらい後に手術になります、ね、外でお待ちしてください。はい、私今あの受付のところで待ってるんですけどめっちゃ恥ずかしい。あ、ちょっとあ、めさ、うん、フラセルは痛いです。괜찮은거예요?네눈뜨면안돼요.눈에들어오면큰일납니다.네,아けないでください.お疲れ様でした。はい、ということでレーザーやってきたんですけど、レーザーの後すぐメイクできるんですけど、ちょっとやってみたら見えるかな、細い針みたいの刺してる感じなので、あのボコボコしてて、ファンデーションがこううまく乗らなかったので、ファンデーションせずにアイメイクだけしたんですけど、腫れとかはないです今のところ。痛みは、麻酔クリーム塗ってるのでそこまでじゃないけど、ジリジリする感じですね。はい、で日本語の通訳さんもいるのですごく安心していくことができると思います。2、3日で古い角質とか皮膚とかがこう浮き出てきて、かさぶたみたいな感じで取れてくるらしいです。はい、ということで、レーザーの治療してから1週間経ったんですけど、2、3日でかさぶたが、ちょっと顔が、2、3日でかさぶたができて取れてくるって言われてて、で、私はどれがかさぶたかわかんなくて、てんってなってて、4日ぐらいずっと気持ち悪かったんですよ。なんか、化粧のりも悪いし、ずっとてんてんしてて、しかもなんかザラザラしてて、それがかさぶただったんですよ。でも私それがかさぶたって思わなくて、かさぶたいつ取れるんだろうと思ったら、もうとっくに取れてるんですけど、4、5日でそのザラザラ感はなくなって、今はめっちゃツルツルになりました。ツルツルだし、ここの毛穴とか結構気になったんですけど、確かに薄くはなりましたね。おでことかがめっちゃ綺麗になりました。私おでこなんかブツブツあったんですけど、ブツブツ全然なくなったし、全体的に肌がこうツルツルってなったんですけど、4、5日間の点々がマジで気持ち悪い。マジで気持ち悪い。ずっとザラザラして、本当になんか化粧が全然乗らなくて、本当に人前に出るのが嫌で、マジ気持ち悪かったですね。でもそれを超えるともう本当にツルツルになるので、ダウンタイムはないとはいえ、5日間くらいはちょっと不快な状態が続くって感じですね。ただ本当に、やってよかったなとは思います。本当ツルツルになったし、はい。やっぱり、何回かやらないと毛穴とかもちっちゃくならなかったりとかするので、続けてやった方がいいんですけど、私が、治療してもらった顔ララ美容整形外科は1万5000円でフラクセルレーザーができます。はい、なのであの日本語の通訳さんもいるので韓国語ができなくても全然大丈夫です。はい、ぜひ皆さんララ整形外科行ってみてください。ということで、はい。ということで、この動画が良かったら、あ、ちょっとダメだ。はい。ということで、この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、アンニョイガゼヨモモでした。バイバーイ。はい。